姫、どちらに行きましょうか。もう姫って言わないでよ。冗談だよ冗談。はーい、ヤマトだ。ソラは？いや、俺たちは会わなかった。そっか、どこ行っちまったんだ。私、ソラさんに会ったかも。え、どこで会ったんだ。ゲコモンの城。もしかしたら夢だったかもしれないけど、僕にキノコを食べるなって教えてくれた子もソラだった気がするんだよね。本当かよ。でもそれならなんでソラさんは僕たちの前に出てこないの。考えても仕方ないさ。まず本人を見つけようぜ。
いた、あっちだ。ソラ、待ってくれ。待てよソラ。なんで逃げるんだよ。ソラさん、僕たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、そうじゃないよ。ソラ、話してあげたら。私とピヨモンが大地を探しに出かけたあの夜、私見てピコデビモンが誰かと話しているところを。何の話をしていたの？私たちの紋章にはみんな意味があったの。例えば大地のは勇気の紋章。勇気の紋章。ヤマト君は友情の紋章。友情。僕のは？タケル君のは希望の紋章よ。希望の紋章か。甲子郎くんは知識の紋章。ジョー先輩は誠実の紋章。ミミちゃんは純真の紋章。そして私は愛情の紋章。へえ、愛情の紋章なんてソラらしいじゃん。そんなことない。そんなの全然私らしくなんかない。ソラはいつもみんなのこと考えて。みんなのことなんかどうでもいいの。本当の私なんか知らないくせに。ごめんなさい。どうしたんだよ。私の紋章光らないの。え？私には愛がないから。愛がないってどういうことなの？ピコデビモンに言われたの。本当の愛情を知らずに育ったから私の紋章は光らないって。そう言ったの。バカだな。ピコデビモンの出任せだよ。嘘じゃない。私が女子サッカークラブにいた頃、怪我してたけど大事な試合に出たくって、何度も頼んだのに許してくれなかった。お母さんは私を華道の家元の娘としか見てないのよ。何？家元って。
花の先生ってことさ。だから愛情を知らずに育ったと言われてもしょうがないのよ。それでもピコデミモンの言うことなんか信じることねえだろう。なあ、ね、ヤマト、こういう時ってどうすりゃいいんだ。泣きたい時は泣かせてやれよ。ヤマトって大人だね。まあ大地よりはね。ソラさん、ありがとう。僕たちのことこっそり助けてくれてたんだよね。ピコデビモンが何か企んでると知ってこっそり後をつけてたの。知らなかった。僕ソラさん好きだよ。だからもういなくならないで。僕もう嫌だよ、家族が。ううん、みんながバラバラになるのもう嫌なんだ。タケルくん、わかった。デモン様がいらっしゃる前に少しは手柄を立てておかないとな。ソラ、危ない。ミヤマ、ミヤマ、しっかりして。ミヤマ、ソラは私が守る。なんだ、どうした。ああ、ピコデミモン、しまった。なんだ。選ばれし子供たちよ。こいつ、ピコデビモンと話してたやつよ。こいつではない、バンデモン様だ。バンデモン。お前たちの旅もここで終わりだ。アグモ、行くぞみんな。私が行かなきゃ。私しか残ってないもの。無理よ、そんな体で。分かってよ、ソラ、私行かなきゃ。行っちゃダメ。離して。ダメ、行ってはダメよ。どうして分かってくれないのよ。その言葉、昔私がお母さんに言った言葉と同じ。お母さん、本当は私のことを、私のことを一番大切に思って。ライメテオウィング。その程度か。バードレモン。なんだこの光は。Got it!
私の紋章が光った。ソラの愛情いっぱい伝わったよ。肝心なところで愛情の紋章まで発動してしまうとは。ソラはこの私が守る。ミヤマンかっこいい。気がついたら私お母さんと同じことしてた。ソラ、それでわかったの、お母さんの愛情が。ああ、俺もソラの愛情が欲しい。バカ、太一なんてこと言うんだ。あれ、ジョーさん顔真っ赤。ジョー先輩、私の愛情をあげよっか。はい、ただの木の実じゃないか、君ね。選ばれし子供たちよ。いやーい、ジジイ、今度は何だってんだ。良い知らせと悪い知らせがあって、どっちから聞きたいかな。どうせがっかりするのがオチだから、いい知らせから聞こうぜ。では良い話からしよう。実はお主たちの仲間が見つかった。仲間？選ばれし子供たちのこと？そう、実は選ばれし子供たちは全部で8人だったのじゃ。大事なことは8人揃って出ないとこの世界の歪みは正せないということじゃ。つまりお主たちの世界の歪みも正せない。言っとる意味はわかるか。もちろんさ。
でも、どんな人かな。で、そいつは今どこにいる。名前は？名前は知らん。じじい。どこにおるかは分かっておる。日本じゃ。日本？それどこ？太一が元いた世界だよ。アグモンは行ったことあるんですね。で、悪い話ってのは？今言った話はバンデモンも知っておる。奴は一足先に日本へ行くつもりじゃ。その子供を探し出し倒すために今兵隊を集めておるところなのじゃ。え？バンデモンが日本に？日本につながるゲートはバンデモンの城の中のどこかにあるはずじゃ。頼んだぞ。バンデモンの計画を阻止し日本にいる仲間を守るのじゃ。